大学在学中に複数の資格を取得したかったからです。このプログラムでは社会調査士と PR プランナーの資格を2つ取得できるので就職活動に役立てられると思ったのが一番の理由です。まず1つは大学がPR プランナーの資格の取得や社会調査士の資格取得の補助をしていただけるところです。もう1つはプログラム生だけが履修できる授業があったりプログラム生が優先的に履修できる授業があるところです。少人数の授業がすごくたくさんあるのですごくみんな仲が良くて和やかな雰囲気で学習ができます。クリエイティブな授業があって具体的には絵コンテを制作したり CM の企画をしてみたりだとか PR 企業に実習に行く授業があるんですがそれに向けて PR の知識を身につけるような授業を行っています。私が行ったところでは芸能イベントにも携われたので楽しく PR について学ぶことができました。このプログラムに所属して情報を伝えるだけではない PR の魅力に気づき将来は PR 業界で働きたいなと思うようになりました。何か少しでも興味を持ったことに飛び込んでいくと皆さんにとっていい結果がついてくると思います。頑張ってください。皆さんこんにちは。東京経済大学コミュニケーション学部の駒橋恵子です。これから本学 PR プロフェッショナルプログラムの説明を始めます。これから話す内容はご覧の通りです。 PR プロフェッショナルとは企業の情報戦略を担う仕事です。企業活動を情報に転換してステークホルダーに発信する方法は様々です。社会環境を考えながらどういうコンテンツをどのタイミングでどんな方法で発信すればいいのかなどを考えるのが情報戦略です。つまり世の中の動向を受信した上で組織の側から多様な情報を発信して社会との信頼関係を構築する方法を考える仕事です。世の中の動向を受信するために社会調査士の資格企業としての情報発信をするために PR プランナーの資格を目指すのがこのプログラムです。社会調査士の資格を得るためには大学で社会調査士資格制度の標準カリキュラムに対応する授業を受けて単位を習得します。ご覧のように社会調査ワークショップなどの科目があります。必要な6科目の単位を履修したことを大学から社会調査協会に申請して資格を取得します。 PR プランナーの方は授業ではなく日本パブリックリレーションズ協会主催の資格試験を受けることになります。一次試験に合格して資格登録すれば PR プランナー法になれます。二次試験に合格すると準 PR プランナーになれます。この後三次試験があるのですがこちらは実務経験が必要です。卒業後社会人になってから三次試験に合格して PR プランナーになった卒業生もたくさんいます。このプログラムで目指すのは一次試験合格です。毎年さらに頑張って二次試験に合格する学生もいます。このプログラムには4つのメリットがあります。まず PR プランナーと社会調査士という2つの資格の受験費用や資格取得費用を大学が負担するということです。先ほど紹介しましたように一次試験だけでなく二次試験についても全ての受験料や資格登録料を大学が負担します。社会調査士も PR プランナーもこのプログラム生にならなくても履修または受験して資格を取得することができますがそれなりに費用がかかります。そこを大学がサポートしますというのが一番大きなメリットです。第2のメリットは1学年20人の少人数なのでプログラム生同士でサブゼミのような仲間ができることです。ゼミはそれぞれ別の先生に所属していても一緒にワークショップ形式の授業を受けるうちに自然と仲良くなりますし将来に向けて同じような領域の仕事を目指すとき仲間がいることは心強いです。プログラム生だけの密度の濃いワークショップ形式の授業というのはコンセプトと表現や広報 PR 実務演習などです。その一つの広報 PR 実務演習では PR 関連の会社で夏休みに約1週間実務演習を行うことができます。社会人の職場の中に1人または2人で行って実際の仕事を体験することができます。授業ですので単位がつきます。このプログラム生は1年生の12月に募集します。プログラム生になるには全体の総合成績が一定以上であることと1年時に一部科目を単位履修済みであることなどの条件があります。
応募者が20名を超えた場合は選考があります。学部についてはコミュニケーション学部生が大半ですが、他の学部生でも所属できます。これまでに200名近いプログラム生が誕生し、プログラムを卒業した学生の約3分の1が広告、PR、プロモーション企画、動画コンテンツの制作会社など希望の業界に就職しました。この業界に興味がある人はぜひ PR プロフェッショナルを目指してください。本学はこのプログラムであなたの夢の実現をサポートします。皆さんの参加をお待ちしています。ありがとうございました。